まあ、あとちょっとこれ私の感覚なので、また同意さんと違うかなとも思うんですけど、そのリターンと違ってこの平行陣の後衛になった時には、もうやっぱり原則避けるとしたらこっちかなって思うんですよね。なんとなくですけど、こっちに避けると、こうこの陣形だとセンターだいぶ空くなっていう気がして、特そにうですね。右利きだとまあバックボレーでこっち側でちょっと避けるというか、なるべくこのポジションでこうフォアボレーを打ちたくないというとあれなんですけど、打ってセンター開けたくないっていうのがあるので。そうですね。もし、例えばフォアで取ってしまったときに、は避けい、て、こうやって、はい。で、その時に、相手が打ってきたこの線よりも、おそはい。らく、右側に打てればいいと思うんですね。あ、なるほど。こっちですかね。そっち側に。まあ、逆クロスにしっかり打てるんだったら、まあ、問題はないし、まあ、仮にこう前衛がこうプレッシャーかけてきたとしても、一応アングル側に緩く落とせればいいの確かかに。なとは思うんですけど、まあ、あくまでこのボディの処理っていうのは、自分がとにかく打ちやすい場所に避けて、自分が打ちやすいようなバランスをしっかり作るっていうのが目的になるんで、余裕があれば、ポトンってアングルに、はい、逆そうクでロすスね。ですこっけちど、側に、落としちやっゃてう。みてもいいかなと思いますし、もしあと赤い人のそのボールが浮いていれば、逆にフォアボレーなので、前衛側にアタックできると思います。そうですね、こっ浮いちて側れに。ば。ただ甘いボールになると、もちろんセンターが空くので、そうですね、こそっこからセンからターに返球こされう、やすい。これはあると思うんですけど、まあ、よほど甘くなければ、大丈夫かなと。わかりました。本当にそのこういう線を自分でイメージできるかどうかが大事ですね。そうですね。もちろんこれ逆サイドも同じで、逆サイドになるとこうちょっとこっち側になるんですかね。結構右利きの方がどうしても多いと思うので、実際の試合ではこのイメージでワイドをさばけないと延々ワイド打たれるような気がしますよね、2番の方は。そうですね。基本やっぱり2番の方は、例えば、まあ、サーバーからワイドに打たれたときに、やっぱこういう向きで立ってないと、まず、斜め前に走れないと思います。そうですね。こうなってると、もう横というか後ろに走そうってるような感じですもんですね。でも、3番の人に正面向きで立ってしまうと、こうまあ、です斜ね。め前に走ろうと思っても、やっぱそんなに斜め前に走れないと思ったより。で、4番の人に正面向きで立っていれば、もう自分の真横がもう斜め前になってるんで、右側は。それのさらに斜め前っていうふうに動けると思うんで、結構ワイドのサーブ処理しやすいと思います。そうですね。やっぱり実際本当にベテランの方でもこれぐらい浅いところを狙ってくる方も多いでしょうし、このコースは警戒しておかないといけないですもんね、本当に。前に走れない人は絶対返せないですね。そうですよね。これがだからこういうふうに走っていったとすると、仮にこのスライスサーブを返すというか交わる地点がここになってしまうので、もうだいぶコートの奥、後ろで、ここで触ったとしても3番の方からするとすごく多分触りやすい、距離もあるし、体勢も悪いし、ポーチ出やすいかなっていう。ますしね、そうこうでなるすと。ね。ここまでこっち側にこう走っていくわけなんで。この脚力もなかなか難しいと思うんですけど。あと、こんなに幅がないですよね、コートも。結構。もう物理的に横のフェンスとかナイターの正面の柱とかいろいろありますからね、まだ。なので、結構、
試合手や試合方なんかは相手のポジションを見てもうここにワイドにしっかり浅く入れてもう横の壁にぶつけちゃうぐらいの感じの方とかもう狙いとしては多分ありますからね。もう本当にその前に走るぐらいの感じじゃないと取れないと思いますね、はい、そうですね、食べまないというか、うん、本当に前に走る感じで、はい、うん、で前に走るっていう意識をやっぱりこういう90度相手4倍に対して90度を作って対応するっていう感じですね、はい、2番の方まさに、うん、はい、うん、いやこれは本当にもう必須ですね。これを教えただけで、はい、今まで25年悩んでたことがこれで解決できましたって人もいたぐらいなんで、うん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 、これかなりあの重要だし、うん、あの、まあ、こうやって図にしていただくとかなり分かりやすいんで、はい、図をやっぱ自分でコートにこう立った時に思い返しながら、うん、もう本当にちょっと角度立つ角度変えるだけなので、はい、やっぱかなりこれはいい、うん、意識というか、そうですね、今後多分簡単にしてくれると思います、テニスを、はい、やっぱりこれができるとワイドにこう来たサーブを前でこう自然取れるようになって、まあちょっと甘ければストレートに打つ時もこの距離が短くなるので相手の前衛との多分より攻撃的にいけるかなっていう気もしますし、なんかこうワイド来たからストレート狙うぞってとこ下がりながら打ってる人もいますけど、なかなかこうこっからだとちょっと距離がある分難しいなっていう気もしますね、実戦で考えると。うん、はい、いやでもちょっと今日はこれをちょっとぜひやりたかったのでよかったです。本当に本当大事です、うん、なかなかこう口とトークだけではちょっと難しいところがあるかなっていうところがあったので、はい、じゃあちょっと今日私が復習したかったのはこの辺だったんですけど、あとは土井さんの方でこうもうちょっとこれについてお話ししておきたいっていうのはリターンに関して何かありますか？うん、やっぱその最初に言ったそのバランスというか、はい、軸足から踏み込みで打ちましょうっていうテンポですね、うんうん、そのまあ、基本的にやっぱスプリットステップを踏んだ後に必ずパワーポジションになってなきゃいけないんですけど、はい、でまあ、リズムとしては、まあ、スプリットステップしてから軸足踏み込みっていう 1-2 なんですね、はい、そのリターンは、うんうん、はい、多分ストロークは、まあ、一応横に動くとかはなしにしてスプリットステップしたらおそらく1が軸足、はい、2で踏み込み足を置いたりとかして、はい、で3で打つっていう感じだと思うんです。そうですね、はい、だからストロークの 1-2-3 っていうリズムを、うんうん、リターンだったら 1-2 でもう打たなきゃいけないんで、うん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 、まあ、そういったところのリズムの違いから、うん、やっぱりストロークとそのリターンはもう全く別物ですよっていうのはかなり認識した方がいいのかなと思います。うん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 、結構そのごっちゃ混ぜにしてストロークっぽく打ってしまう方が多いんですけど、うんうん、意識としてはボレーに本当に近いので、うんうんうん、もう 1-2 っていう2歩でリズムを作って打っていくっていうことがやっぱ大事になるかなと思います。うん、それはもうある程度こうゆっくりした遅いサーブでもそのリズムでっていうのが大事になりますかね。遅いサーブはその1の後にちゃんとバランスが取れ1でバランスが取れてれば、はい、その後 2-3 っていう風に変化もできるし、うん、あちょっと早いな 1-2 の方がいいなと思ったら 1-2 でいけると思うんで、うん、はい、そのまずリズムがこう違うっていうのが分かってて、うん、でそれ分かった上で、軸足に、まあ、セットした時に軸足に体重が移ると思うんですけど、はい、体重が移った時に
タッと止まれるかぐらいのバランスが取れてれば、そこで待って1、2で取れるかもしれないし、待ちきれない場合は1、2、3っていう風にこうでもいいし、まあもしくはその1で溜めたけどもうちょっと前に動かなきゃってなったら、一回サイドステップを入れて前に行ってから打つっていう風に、本当に融通が効くように軸足をセットできるかどうかっていうのが大事になるので、なるほど、かなりやっぱリターンって軸足がすごくキーになってくると思うので、軸足をまあとにかく置いてバランスをしっかり取ったり、置いた場所が違うんだったらそれを踏み込み足でカバーできるのか、踏み込み足でカバーできないんだったら、軸足ごと移動させる、そのサイドスリップなどを使って前に移動すれば溜めたまま動けるので、まあ、そういった軸足をしっかり意識してリターンするっていうところがやっぱ大事かなと思います。そうですね、やっぱりテニスのサーブって本当にいろんな打ち方、球種の方がいらっしゃるじゃないですか。まあ習った方も習ってない方もなんかこう本当に千差万別で、結構同じサーブ打つ人っていないと思うぐらい、なんかストロークやボレーよりも癖があるなって思うので、いろんな方にやっぱ対応するような準備が必要っていうことですよね、本当に。やっぱりちょっとこう相手のサーブが遅い浅いっていうのをある程度見えてきたら、ちょっとポジションはこう上げて待っておくっていうこともありですかね、リターンに関しては。ありだと思います。まあ前に立てばやっぱサーバーにプレッシャーをかけることもできるし、あと見た目でこう圧をかけられてるんで、サービスボックスがうまく距離が測れなかったりするんで、ルールに違反しない限りはプレッシャーかけていいのかなと思います。そうですね、逆にこう、まあ、ある程度一般の方でもファーストはものすごく速い方がいらっしゃったとすると、こうどうでしょうか、下がった方がいいのか、それともあまり下がりすぎない方がいいのかでいうと、土井さんのお考えとしてはどうですか。まあ、僕個人の考えはどんな速いサーブでも、ほとんどベースラインのちょっと後ろぐらいで構えてて、打つときはベースラインの中で打ちます。だからこのラインをこういう感じで取るっていうところですかね。まあ、そこに立ってて、で一歩前に入りながらスプリットステップ踏んで、どんどん前に入りながらリターンしていくっていう感じですね。やっぱ速いサーブに対しても僕は立ち位置を変えないっていうのがずっと、まあ、こだわりなのかな、まあ、その方がうまくいくのでそういう風にしてたんですけど、でも最近は、まあ、どこに立ててもいいと思って、まあ、下がっておくのはいいと思います、速いサーブに対しては。そうですね、まあ、ただその下がるとその分やっぱワイドに対しての走る距離がこっちですよね、長くなっちゃうので、まあ下がってる、リターンが下がってるなっていうのを相手が見たときに、ワイドに打ってくる人いると思うんですよね、緩く。そういうサーブに対して対応できれば、別に下がっててもいいんじゃないかなとは思います。そうですね。本当速いサーブ打てる方はもう、その方にオプションがあるかどうかっていうのも大事かなっていう気がして、なんか私の感覚的に言うと、速いサーブ打つ方、センターにはすごく速いのが得意。で、まあ、それがボディに来たりもする。でも、じゃあ、ワイドにこう、緩く打てるかっていうと、これがない人も多いなっていう気もするんですよね。男性の方とか結構、一般の方だと。だそれを冷静に見極めれば、そんなに恐れることもないのかなっていう気がして。そうですね。やっぱ、リターンの立場からしたら、ワイド、に打たれたら嫌ですよね。いやすごく印象に残りますしね、意識づけされますし、だからまあリターン
出したらやっぱり嫌だなってコースは、うん、まあ、サーバーは打てるようにしておいた方がいいかなっていうのもありますね。そうですね。あとはちょっと今お話をお伺いしていて、結構サーブの打つポジション4番の方が、はい、まあ、これも結構ご自身で選べるのである程度この中からそうですね個性が出るかなと思うんですけど、割とこうダブルスで外目から打つ方なんかはやっぱりこうセンターは入ったとしてもこう自分の方に曲がってくる感じが強いので、ちょっとこう立ち位置的にもやっぱりここのかポジションからワイド警戒しちゃうので、まあちょっと外側に寄って立ったりとかっていうのもあるんですかね。 もちろんですそれは、うんうんうん、もうなんかそれはもう当たり前のようにやった方がいいと思います。あ、相手のポジションに合わせて相手がずれたら自分もずれるっていうか、はい、もうこれはこうなんかもうそうですね、うん、もうネットのセンターベースを中心に、はい、やっぱコート出てきてるんですけど、うん、やっぱそのボールの配球もだいたいセンターベルトを中心に、うん、まあその天体ショーっていうんですかね、はい、サイドに立ったらサイドに立ってみて、うんうん、センターから打つのとセンターに自分もいてみたいな、うん、いやこれも本当に当たり前のことだとは思うんですけど、結構相手のポジション見てないというか気にしてない方も多い気がしますよ。やっぱそのショットに、うん、その依存してしまうと、はい、テニス打てないので、うん、ショットよりもそのポジションとか、はい、まあ、あとなんだろうその、まあ、ポジションとかあと時間の奪い合いとか、はい、時間作るか、そっちの方がテニスって大事なので、うんうんうん、やっぱその相手のポジションが変わったりとか、はい、まあ、自分の配球によってポジションが変わったり陣形変わったんだったら、うん、それに対して強いポジションとか陣形に自分たちもしていかないと、うん、やっぱ簡単にやられてしまうので。そうですね、うん、まあ、ショットがどうのこうのっていうのはあんまり気にしないで、うん、まあ、ポジションを見て自分がいいポジションをまず取ることが隙がなくていいのかなと思います。うんうん、そうですね、まあ、どうしてもテニスはサーブ打つ方にボールを持ってるので、この方がある程度選択権を持ってる中でリターンは対応していくっていうところが大事ですよね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今日はうまく図が使えた気がするかなり黄色い線が特にあった。あ、そう、はい、なかなかまあ多分意識してらっしゃる方も多いかなとは思うんですけど、こうやって改めて、可視化するといろいろ面白いかなという気がしますね。そうですね、うん、